はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。おう、なんだこのパーティー。今回は新たに追加された巨大マックスの不思議花とカメックスを使っていくわよ。あのレッド様チームを再現したんですわ。できてねえよ。いや、下ごしきはわかるよ。ラプラスがいるってことはハートゴールドソウルシルバー版だよな。なんで主役の枠にパラガスがいるんだよ。まあ電気玉持っててアイアンテールできるから、パラガスが持ってても何の意味もないんだよな。まあ見ときなさい。あっと驚く方法で電気玉活躍させるから、どうせ投げつけるんだろうな。それ以上のネタバレは、やめろー。完全に図星じゃねえか。あ、今回は初手パラガス、後ろにカメックスとカビゴンでいくわよ。急に真面目モードになるんじゃねえ。はい、対戦よろしくお願いします。そういや、これカジュアルバトルか。ニックネームも公開されるんですわ。ノージズラがやべえな。キャラランガなんて知らない子なんですわ。ちなみに技構成もピカチュウを意識できてねえよ。違うのよ。10万ボルトを覚えないからこうなったのよ。あとお前投げつける選択したけど、ゼラオラに投げつけても麻痺らないからな。まあ引っ込んでくれたのでセーフ。あまりにも異質すぎて逃げたの間違いだろ。交代先はギルガルドか。格闘技は持ってないわよ。技がクソすぎるだけなんだよな。シャア投げつけてやりなさい。あんなりとお使いください。一方的に押し付けてるだけなんだが。これでお前は一生動けない。いいぞ。まさか何もかもおしまいだ。なーに、いい感じにサポートしちゃってるんですかね。気合パンチ、お助けください。落ち着け。やめろ。ほんと何がしたかったんだこいつ。これでまるでふざけてるようにしか見えないじゃない。実際ふざけまくってるんだよな。カジュアルってもっとネタポケの宝庫だと思ってたのに、聞いてた話と全然違うじゃない。育てたポケモンをお試しで使う人だっているだろ。まあ100歩譲ってふざけてはいるかもしれないけど、私だってちゃんと勝ちには来てるからね。本当かな。今に見ておきなさい。その禁止は甘えなんだよな。禁止を読んでからを破ることに成功した。だと一か八かだったけどなんとか成功したわ。即大魔を切って攻撃する可能性だってあるもんね。それを逆手に取った行動か。といってもこの方のカメックスってランクまでも使われてるんだけどね。巨大マックスが解禁されただけで、カメックス自体は普通にランクまで使えるもんな。持ち物白いハーブで下がった能力だけ元に戻すのもいいよね。実質弱個の上位互換。まあ上位互換なのかは知らんが。さあ、あんたの本気の姿を見せつけてやりなさい。いや、これ何個放題あるんだよ。なんかもう見た目が軍艦みたいね。あんなのに攻撃されたらひとたまりもないな。甲羅がゴツすぎて顔が見えねえ。まあ正面向いて立ってないしな。一軒へ巨大砲撃。おお、前方台から大量の水が。いや、めっちゃかっこいいな。剣盾の技のアニメーションの中で一番好きかもしれん。この技は相手にダメージを与えた後、水タイプ以外のポケモンに4ターンの間ダメージを与えるみたいだな。リガードンの巨大極炎みたいなもんか。不思議花もこれの草技版って感じだな。とか言ってたらゼラオラが帰ってきたわね。やっちゃうんだろ。やはりゼラオラに大魔を切ってきたか。巨大砲撃の餌食にしてくれるわ。タイプ相性は最悪だが、そんなものこの私が破壊する。パラガスのフェアリー問題でも同じこと言えるか。無理です。微妙に耐えられてるんだが。何？おお、耐えろー。白いハーブによりからヤブの加工効果は消えてるが、もしかして白いハーブなかったらやられてた。結構危なかったかもな。カメックスに白いハーブはやっぱ相性いいのね。からヤブ型イコールタスキ持ちのイメージが強かったから。カメックスはもともと防御面高いし、大魔で体力も増やせるからな。そして巨大砲撃の追加効果によりゼラオラの特化と。あれ、カメックス強くね。からヤブさえ決めれば結構暴れられそうだよな。そしてラストの番にもワンパンね。巨大カメックスで3盾達成なんですわ。一発目からカメックス大活躍だな。いいな。これはランクマ採用ありかもしれないわね。次の環境どうなるんだろうな。対戦ありがとうございました。このまま2000名いくわよ。対戦よろしくお願いします。またパラガス初手出ししてるのかお前は。カジュアルでは初手絶対にパラガス出すって決めてるから、そんなクソみたいな決まり事やめちまえ。しかも何も考えずに投げつける選んでるし。あれでしょ、どうせミミッキュに交代してくるんでしょ。化けの皮と素早さそぎを。地箱居座ってるんですけど。そのようなことがあろうはずがございません。完全に電気玉を無駄にしただけなけん。しかも普通にラスカ打ちに行ってるとは。さてはミミッキュ選手してないな。ギリギリ確定2発っぽいの笑う。しかも特防下がってるし、踏んだり蹴ったりとはこのことだな。仕方ないわね。せめてお前がピカチュウであることを証明しなさい。パラガス、アイアンテール。クソが！そのようなことがあろうはず。
まあたくそ茶番してんのか。パラガスはこの構築で一番最弱。今回は不思議花でこの勝負勝たせてもらうわよー。お前も最強の姿見せてやりなさい。これが巨大マックスの不思議花。花の形的にドヒドイデに見えたのがないしょ。マジかよ。まずはダイアースで磁場コイルを突破ね。元技は大地の力。まあひとたまりもないわな。4倍弱点は伊達じゃない。で、次に来るのが。やっぱミミッキュいるじゃねえか。ミミッキュはお箱の剣舞と。まあこの状況ならまうでしょうね。悠長に参るのも今の間だけなんですわ。お、ミミッキュを突破する手段があると。さすがにこんだけ体力あれば一発くらい耐えるでしょ。ついでに巨大伝達でも食らっとけー。こっちも不思議花っぽいかっこいい演出だな。まあ試合の状況は最悪なんだけどな。お相手賢いわね。大魔ターン切れるし次の大フォローで絶対やられるわ。これはさすがに積んだか。結局ミミッキュにボコられる運命なのね。今回の追加技は割とミミッキュメタ多いんだけどな。あと相手の手持ちにもいるけど、ウーラオスの素早さ種族値も97という。ミミッキュよりもちょうど1だけ高いんだよね。私も育成だけは済ませてるわ。まあ活躍させられるかは別の話だが、さすがに鬼火入れてもきっついわね。防御も下がるし次の影打ちで負け確だな。何？影打ちないタイプか。まあミミッキュもいろいろ型あるしな。でもランクマならどうせ影打ちされてる。ですよねー。噂をしてたらウーラオスが出てきたわね。この見た目は連撃の方か？見たいね。こっちは最速リザだし、エアスラで運ゲー仕掛けますか。結局運ゲーになるのか。時には運ゲーも大事だから。さあ、昼見の恐ろし。どうやらスカーフ型だったみたいだな。3回連続攻撃で必ず急所とか強すぎると思うんだ。こんなの絶対人権ですやん。これからはウーラオス対策もしないといけないかもな。先が思いやられるんですわ。目まぐるしく回る環境を楽しんでけ。情報収集も大変なのよ。対戦ありがとうございました。あんたこんなところで何やってんの。実は私もポケモンをやりたくなってだな。まあ見てるばっかじゃつまらないもんね。あ、一応念のために言っておくと、カジュアルバトル潜ってたらマジでたまたま出会った感じなんだぜ。こんな偶然あるんだなって。私の初手はリザードンなんだぜ。初手リザードンか。てっきりバイオールのバトン構築だと思ってたわ。お、霊夢が困惑してるな。まあ挨拶代わりに投げつけとくか。もうこいつの名前投げつけざるでよくね。一体どういう方なんだろ。リザードン逃げろ。腹太鼓してる場合じゃねえ。悠長に積んだことを後悔するがいいわ。まさかこんな変態型だとは思わんだろ。甘いわねマリサ。このメンツでピカチュウの枠がパラガスの起点で、あ、持ち物だけでもピカチュウを再現してるかもって疑わないと。なんなりとお使いください。言ってることがむちゃくちゃすぎるんだよな。はい、あんたの素早さ募集ね。これはペン投げ案件だな。じゃあこの次は自慢の10万、じゃなかった。雷パンチで勝負よー。なるほど、巨大マックスか。物理型だしこっちの方が確かに強いな。それは言えてる。消し去ってしまえ。そしてなかなかいい火力。いいぞ。私帰っていいか。このままじゃパラガスの活躍に貢献するだけになるんだが。地獄に行ってもこんな面白い殺戮ショーは見られんぞ。切れそう。お待ちください。このウラオスで攻めてパラガスだけでも血祭りにあげてやる。急に物騒なこと言うんじゃねえ。ちなみにこのウラオスは一撃の方だぜ。連撃とは違って悪格闘の複合タイプだな。フェアリー4倍とかパラガスと一緒じゃん。やめろ。別にいいし、お前と違って飛行技覚えるし。この被弾はメンタルにも来てそう。てかなんでこのタイミングで挑発なんだよ。科目吹かれたつもり。やることなくなったし、変なことされない対策の挑発って感じね。これは完全にオーバーキルね。これで少しは気分が爽快になったな。パラガスぼこしてストレス発散。やめろ。気分爽快なのも今だけなんですわ。今度こそ花無双してやるわよー。不思議花選出してたんだな。活躍させるならここしかないって思った。だがこの一撃はどうかな。思った以上に耐えるわねー。確定急所でもこんなもんか。まあ体力に努力値咲いてるから、まずはダイアシッドで特攻を上げるわよ。巨大伝達ではないのか。くっそ、ギリ耐えたか。てかインファイトで耐久下がってるのに耐えるの。持ち物直帰説が高いか。もう一発食らっとけー。弾ダメも含めてだいぶ体力持ってかれたわね。ここは巨大伝達でとどめよ。ダイアシスト連打じゃないのか。これ以上特攻上がってもなーっていうのと、ゴリラとカリガがタスキ持ちだったら次で仕留められるからね。なるほどな。そしてイーナオスも突破と。さあ早いとこ3体目見せなさいよ。3体目はな、柱
レイムだ。いや何しても価値格だったんかい。リガの時の事故さえなければとりあえずバナが活躍できてよかったわ。まあ新入りが活躍するのは嬉しいことだな。キリもいいし今回はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。勝ち負けにこだわらないと気軽にパラガス出せるからいいわね。息抜きだったり練習試合には最適だよな。これからカジュアル専門で戦うか。お前は頼むからもっとランク守れ。